いや、お風呂の中はちゃんとお風呂に入ってほしいな。僕ね、友達がなんかお風呂の中でスマホをいじることがあるっていうのを聞いてね、もうびっくりしました。感電するよね。お風呂でスマホ見たら感電しちゃうよね。僕見たことがあります。ポケモンでロケット弾がピカチュウにビリビリにされるのを何度も見たことがあるので、僕は騙されません。多分ね、友達も僕を騙そうとしてたんだと思う。さあ、とりあえず雑談はここまでにして、ピラミッド狙っていきましょう。ラッキーはないね。相手は残り3段なので紫かな。まあ紫崩れなくはない、崩れなくはないが、よいしょ、ヘキサゴン完成。相手はまだ技で生きてないっぽいんですが、怖いよ怖いよ、これ相手の技怖いよ。ラッキーが怖いけど、いやー来たねー。一旦崩すか、これは一旦崩して耐えよう。一旦崩して、あーまずいまずいぞ。これは緑のヘキサゴン危ない。ギリギリ作ったけど崩れないんじゃないこれ。いや、ラッキーヘキサゴンからの、ラッキーヘキサゴンからの、ラッキーストレート、強い。これがラッキー力。じゃあ何でもない時はすいません、次の話題に行きますって言います。さあ、僕は黄色、何だよそれ、黄色か、なるほど、うまいね。今のはでもどうだろうね、黄色は後からボールが増えたので初手から狙うっていう考えは僕にはあまりなかった。待ちます。相手のボールはあまり覚えてなかったけど、相手赤で技作ってるのか。皆さん知ってますか、これ実は相手から技を受けるときにこの光りますよね、光って相手の盤面落ちるとき緑色してます。これを見ると相手が何色で技を作ったかが分かります。さあ、そして青のヘキサゴン狙っていきましょう。待って、ずれないように、オッケー、ヘキサゴン完成。さあ、ここからボール崩れて、ラッキーピラミッド、ラッキーピラミッドからのラッキーストレート、ヘキサゴンピラミッドストレート、全ての技を相手に送り込むことができました。おかしいこと世の中たくさんあるんで、そんなもんです。青だねこれは。相手紫ですが、紫よりも青の方がボールが多いと。これは相手いいボール引いたね。まあ待ちますか、よいしょ。で、相手のボール1個を先を進んでいるので、ね、いや強くないそれは。でこれさ、強っ、まあ許しましょう。僕にも一応ラッキーがあるので、しかもこれ相手ボールたくさん置いてくれれば僕先のボールが見えるんだよね。まあ消してるね。いや待って、待って、ちょっと待って、ちょっと、ちょっと待って、まずい、赤きた、オッケー。さあ、ピラミッドできて、このラッキー勝負どっちが勝つのか、皆さんお金以外のものをかけて予測してみてください。僕は僕が勝つに1万ペリカ。さあ、これでオッケー。はい、さあ、そして僕はなんだっけ、何を言わなきゃいけないんだここは。あ、僕は左側、そう、僕左側だ、左側ってことを皆さんに伝えなきゃいけなくて、相手は黄色のピラミッドで、こちらは緑のヘキサゴンがどこまでできるかな。よいしょ、いや待って、これは消えちゃうので気をつけて、消えちゃうので気をつけて、ちょっと待って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 、おかしいよおかしいよ、こんな崩しコンボを決めなきゃいけないほど難しいゲームではありません。いや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 、絶対緑来ると思ったけどね今のは。さあ、なんとか崩しコンボでヘキサゴンができて勝利と。嬉しい、いやそれね、めちゃくちゃ嬉しい。元気が欲しい時に見れる動画って最高じゃないですか。ヘキサゴン完成です。僕もそれ目指してるんで、ありがとうございます。さあ、これめちゃくちゃラッキーね。あ、ちょっと積みミスありましたが、これめちゃくちゃチャンスです。めちゃチャンス。理由は、黄色のピラミッド、できる気がしませんかこれ。この、紫ピラミッドが、完成したとき、黄色のピラミッドが、できます！これはラッキーだったね。これは非常にラッキーで、
で今僕が狙ってるのは黄色のピラミッドなんですが、はい、やばい、本当に止まらなくなるから、あれびっくりしたよね。さあ僕は左側、黄色の方が多いのでもう全てを捨てて黄色を狙います。よいしょ、でだ、こうだ、で消えるんだ。ここから青緑、青緑狙いで赤消えないように気をつけて、いやこれは一旦崩した方がいいね。一旦崩す。相手のボールを見る。紫が多い、黄色が多い。よし、紫で行こう。紫を信じる。僕は紫を信じる。オッケー。相手はボールを、紫？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 